かろうじて追っ手を退けたものの、家康は三河への撤退に失敗した。徳川軍は織田の残兵を集めながら体勢を立て直さんとする。だが明智軍は再び疲弊しきった徳川軍を追撃、山崎にてこれを捕らえた。圧倒的不利な戦況の中、さらなる敵が徳川軍に迫っていた。明智、羽柴、自分自身、私は誰と戦えば。第4話、山崎の戦い。参ります。私のせい、私が戦に溺れ足手まといになったから、父上たちも光秀の軍を振り切れなかった。迷っている間などない。やがて西より秀吉が来よう。殿と光秀をもろともに討ち、天下を手にせんがため、我らでそれを打ち果たす。けれど私はまだ。戦はお前の都合など聞かぬ。行くぞ。兵は疲れ切っておる。前へ出ず守りに徹せよ。敵を取り込んではならぬ。いたしません。あの時私が戦いを望んだから、そのことに決める。君は戦の中にある。討ち取りました。見事だが油断はしない。いたしません。見事だが油断はするな。第二陣かかる。天王山を包囲し徐々に追い詰める。なかなかやるな。名高き強者であろう。敵将討ち取りました。引き際をわきまえないのは無様だからな。我々も続いて行くぞ。戦に負けたのは全ての水平に帰します。秀吉が来る前に
何としても家康を撃つのだ。腕前見せていただきましょう。敵将撃ち取りました。お主なかなかやるな。ここにいるのはみんな逃がすなよ。敵将撃ち取りました。身はおしまい。この志を。敵は明智軍ではないの？愚問。天下を狙う秀吉の戦に誤りも惑いもなし。お主こそ天下に名高き強者であろう。遅れは取らぬぞ。続け。なかなかやるな。この時を待ってたぜ。戦うぞ。し合おうか。貴様の全てその武で見せよ。君は決して戦に惑わない。見失わない。私ももう一度取り戻します。敵将撃ち取りました。お主なかなかやるな。いい勝負にしようぜ。いい戦だった。またな。遅れは取らぬぞ。続け。お主こそ天下に名高き者の不要。撃ち取りました。遅れは取らぬぞ。この霧油断するな、イナ。するな。
める。逃がしません。あれほど攻撃しておいて逃げるとはな。殿、戦場に立つからにはそれなりの覚悟が必要です。秀吉にもその覚悟があるのか取り正しましょう。敵を撃ち取りました。遅れは取らぬぞ。続け。しかさ、天下に名高き者の不要。わしの動き見切れるか。勝ちだじゃ。最後に勝ちゃええで。